はい、それではスタートします。さあ、今スタートしたのは、ゼッケン57番野原さくら選手、VTR250、地元ゴレットマンで松田選手が帰ってくる。タイムの方は1分48秒です。お疲れ様です。さあ、今スタートした篠原さくら選手、地元愛媛県の女性ライダーです。このライダーも積極的に練習、そしていろんな動画を見て練習する選手です。頑張りますけど、あーっと、ちょっと井ノ原もったいない。さあ、最後の後の青パイロも狭いのでね。さあ、左で最後、わーっと、ちょっと今日は後半ゴール前がスピードを落として、誰かいけるか。さあ、自力で復活出した。今日はゴール前のセクションがちょっとスピードを落としてバランスを保つようなセクションがちょっと連発してるんでね、意外に難しかったりするんです。簡単そうに見えてゴール前難しいんですね、今日は。さあ、帰ってきました。さあ、ゴールです。さあ、タイムの方は2分35秒ということでね、2ヒート目合わせて頑張ってほしいと思います。